どうも、マツラチャンネルのあきです。今日はですね、ウサギとカメの話します。ウサギとカメというのも、ちょっと前にツイッター、僕のねツイッターの方でウサギとカメの話が好きなんですって、そこから学ぶことっていっぱいありますよねみたいなね、つぶやきをさせていただいたんですけど、その時はね何気なくつぶやいたんですけど、思いのかね反響がありまして、 DM とかもいただいたりするんですよ。ハギさん的に、そこからどういったものを学べるんですとか、詳しい話をもうちょっと聞きたいですっていう DM を結構いただいて、それがあったのでね、せっかくなのでちょっとその思いとか、僕の解釈のね、この場を通じてちょっとお話ししようかなというふうに思います。ウサギとカメ、昔話、絵本ですよね。昔話。この内容に関してはほとんどの方がやっぱ知ってると思います。僕ら世代、上の人たちも下の人たちも、一度は多分目にしたことがあると思います。ちっちゃい頃ね、先生とか、両親に読んでもらった機会があるっていう方が多いんじゃないかな。今の小さい子が読んでるかどうかちょっとわからないですけど、大人になってる世代の人たちは、ほとんどの方が知ってるかなというふうに思います。ウサギとカメ。内容をざっくり言うと、ウサギとカメ、足の速いウサギとノロマのカメが山を登るかけっこ勝負をするというひょんなところからすると勝負になり、足の速いウサギはもうぴょんぴょんぴょんとこう山をこう駆け上がっていって、全然カメが来ないから、ゴール目前でね、ちょっと一眠りしようというところでこう一眠りするわけですよ。そんな時にね、コツコツコツと進んでいったカメが最後ウサギを逆転して、カメが勝っちゃうっていうような、ざっくりした話です。そこから学ぶことってね、すごいあるし、僕が小さい頃すぐに教えたのは、何事もね、コツコツと積み重ねていくことがすごい重要ですよっていうことを、ちっちゃい頃はね、学んだような記憶があります。で、このウサギとカメの話が僕、今でもすごい好きで、昔からいろいろ聞いて中で、学ぶことっていろいろあるなってことを思っていて、今でもすごい話が好きなんですけど、実は、このウサギとカメの話って、めちゃくちゃいっぱいあるんですよ。めちゃくちゃいっぱいある。ネットとかでも多分調べると出てくると思うんですけど、ウサギとカメの続きとか、あとウサギとカメとフクロウとか、そういった話っていっぱいあるんですよ。で、ウサギとカメの戦いでもその一つのレースじゃなくて違うレースとかもあったり、またその1年後のレースとかこういろいろあったりするんですよ。で、これをね、都市伝説のようにこう語られていて、例えばウサギとカメの話で続きで調べるといろいろ出てくるんですけど、都市伝説のように語られてるんですけど、実はこれ都市伝説ではなさそうで、実際に昔もう何十年も前にテレビアニメでちゃんと放送されているような内容が結構あったりするんですよ。ウサギとカメのその後とか、あとウサギとカメのフクロウとか、もう別のレースですよね、がいろいろ語られてて、いろいろテレビアニメでも放送されているので、決してね、こう都市伝説ではなくて、いろんなパターン、いろんな学びがあるよ、いろんな角度で学べますよっていうようなね、話がウサギとカメなわけですよ。で、例えばね、ウサギとカメのレースで、実際さっきお話ししたのは、コツコツと積み重ねたカメが勝つって話なんですけど、もう一個のレースの話で言うと、実はカメは、もう普通に戦ったら勝てないというふうに思ってるわけですよ。ウサギには勝てない。だからどうすれば勝てるかなって言った時に、友人とかね、家族に相談するんですよね。友人とか家族に相談する。ということで、もうカメは見た目ほとんど変わらないから、実はスタート地点に立ってたのは、その勝負をするカメの奥さんがスタート地点に立っていて、で、途中の仲間に、例えば子供がいてとか、で、最後ゴール直前の茂みの中に本人が待っていて、実はそのまま勝っちゃうとか。頭を使って勝つことも大事ですよみたいなね、そういったカメの、戦略的なね、話も実はあったり、するわけですよ。で、ウサギとカメのその後の話で言うと、例えば、カメがこう勝つんですけど、その後ね、ウサギはカメに負けちゃった、情けないということで村を追い出されちゃうんですよね。追い出されちゃって、ただその追い出されたその村に、オオカミが現れて、みんなが襲われる。それを、その負けたウサギが狼を退治してまた仲間になるっていう話で、逆にこうカメのその方で言うと、もう英雄ですよ。カメはあのウサギに勝ったんだという英雄で、こうもてあされるわけですよ。すごいすごいって。でカメはちょっと勘違いしちゃって、僕やれば何でもできるんだみたいな気分になり、空を飛ぼうとして、
まあなんか事故に遭うとか、なんかそういったいろいろな話がこうあるんですよ。これもね、一部は多分都市伝説あると思うんです。一部は都市伝説にあるんですけど、一部は本当に報道されてる内容だったりして、まあ、本当に誰かがストーリーとして作ったものがいろいろあると思うんですけど、まあ、今日ねお話しさせていただく内容でいうと、本当皆さんが知ってるようなこう速いウサギとノロマの亀が勝負し、まあ、ウサギがブンブンと先に駆け上がって、まあ、まだまだ亀が来ないから一眠りして、でその間にコツコツと歩いていった亀が勝つっていう話、これの体でちょっとね話をしたいなというふうに思います。他のね別ストーリーは別として、皆さんが知っているような有名なこのストーリーの話でお話しさせていただきます。僕もそれをイメージしてねツイートをさせていただいたんですけど、まあ、ここから学ぶことなんですけど、小さい子ですよ。基本的にこれっていうのは小さい時に読んでもらうし、小さい時に学ぶことが基本的に多いんですけど、その時に学んだ記憶としては、先ほどお伝えしたようにやっぱり何事もこう積み重ねていく、コツ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 とちっちゃなことを積み重ねていくことがすごい重要だよねっていうことを多分学ぶんだと思います。神さんがいくらこう能力が高くても、こう油断をしてしまったりとか、そういったふざけてしまったり遊んでしまったりと、勝てないよっていうような内容、これはもう勉強もそうだしスポーツも多分おそらくつながる部分だと思うんですよ。なのでちっちゃい頃の道徳として、ね、語られるんですけど、まあ、もちろんそれはすごい重要なことだと思います。亀さんのように、まあ、ウサギと比べてね走る動力が遅くても、こう積み重ねていくことでスポーツの世界でもしっかり勝てますよ。まあ、これってねランニングとかマラソンの話にも結構つながるなと思ってて、マラソンってやっぱね積み重ねがすごい重要なわけですよ。コツ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 とこう速く走っていく、たとえ5キロとか10キロのロードレースは全然勝てない、ハーフマラソンでも勝てない、なんなんでもマラソンだったら自信がある、マラソンなら勝てるよっていうのが多分この亀さんのね話に直結する部分だと思うんです。しっかり練習を積み重ねてコツコツやっていくことで報われる、それがねフルマラソンだと。でこれはこの話で僕はすごい好きです。もちろんその通りだと思うし、小さい頃にこういった話を学ぶことはすごい重要だと思います、思う。ただ大人になってふとね思ったことがあるんですよ。子供の頃はね何気なくそこまで疑問に思わず、あ、亀さんでも頑張れば努力すればウサギに勝てるな、じゃあ頑張ろうっていうふうに思った記憶があるんですけど、今大人になってふと思うことがあって、それって亀目線でのこのストーリーとか亀目線で学ぶことですよね、今の話っていうのは。でなく僕は別の角度で見た時に、ウサギ目線で見た時にどうなのかなっていうことを大人になってふと思うようになりました。で、まあ、その話でね一回こうウサギはこう負けちゃうわけですよ、亀に負けて、負けるわけですよ。でその時にウサギはどう思ったかは別としても、基本的におそらくプライドもあったし絶対負けないというふうに思ってただろうし、そんな亀に負けてすごい悔しいなっていうふうな思いがあると思うんですね。でその思いを持って、例えばですよ、例えばそのウサギが、じゃあ1週間後、まあ、1ヶ月後でもいいんですけど、1ヶ月後もう1回勝負をさせてくれ、もう1回勝負させてくれって言った時に、おそらくですけど僕の予想ですけど、おそらく1ヶ月後に勝負したら僕はねウサギが勝つと思うんですよ。単純にね、もうこれは深くいろいろ考えるのは別として、深くなんか、ね、考えることですね。そのストーリーがあって、その続きでウサギがどうしても悔しくてもう一度勝負しようってなった時に、1ヶ月の大会レースで、ウサギとカメと戦った場合、おそらくですけどねウサギは僕は勝つと思うんですよ。まあ、勝負展開としてはもうババババーと駆け上がっちゃって居眠りしないでそのままゴールしたら勝てるわけですよ、おそらくですね。でそれで例えばウサギが勝って、で今度はカメが悔しいからもう一回勝負しましょう、その1ヶ月後にもう一回勝負したとしますよ。そうするとね、おそらく僕ねもう一回ウサギが勝つと思うんです。となると僕のイメージとして、そこからそのウサギがそのカメに負けることって僕はもうないと思うんです。ずーっとウサギが多分勝ち続けるんじゃないかなっていうふうに思います。これがちょっとウサギ目線で見た時に思うことで、これなんでかなって思った時に、こうよく
偉大なね、こう監督とか育成の先生とかの話で、負けて学ぶことがよくあるよねっていう話ってよく聞くじゃないですか。負けても次に生かそう、この負けを生かして次に勝とうとかね、よく話を聞きます。よく熱い監督とかね、熱いコーチとか熱い先生ってそういった話をするし、そういう指導者って結構多いと思うんですね。僕も現役の時にそういったことを言われたこと、経験もあるし、まあ、負けてただ悔しい終わるんじゃなくて、そこで何を学んだのかっていうことが重要だって結構言われることが結構あると思います。今でもね多分あると思うんですけど、まあ、その当時も思ってたんですけど、その負けて何が悔しいとか、負けて何を学ぶんだっていうことをふと思った時に、今でも思うのが、負けて思うことって、負けちゃいけないってことを僕は学んだ記憶があるんです。まあ、その他にもね、純粋な話はいろいろあるんですけど、負けちゃいけないんだっていう、いろんな思い、悔しさとか勝負とかいろいろあるんですけど、負けて学ぶことってやっぱ負けちゃいけないよねってことを多分一番に思うことだなって僕は思います。これは皆さんの解釈が違うんで、これは決して押し付けるわけじゃないです。僕の感覚としてお話してるだけなんで。となった時に、ウサギも負けた時にその思いを持ったら、負けちゃいけないんだってなった時に、やっぱもう一生手を抜くことはない、その選手、その亀において一生手を抜くことはない。となると能力差が違うので、ウサギがずっと圧倒的に勝つ、もう亀がそのウサギに勝つことはない。こういう風に解釈した時に、結構そこから学ぶことも結構面白いなっていう風に思って、僕はあの時ツイートさせていただいたんですけど、これってふと面白いなと思って、でこれはこの内容、その亀、ウサギが亀に負けて悔しい思い、負けちゃいけないなっていうのを、油断をしちゃいけないな、日々自分の能力を高めて油断せずに最後まで突っ切っちゃう、先頭突っ切ればこの選手には負けないな、この亀には負けないなっていう風に思ったら、もう最強なわけですよ。そのウサギは能力もあるし、気持ちも強いし、メンタルも強くなって、もう絶対亀には負けないっていう、そんなの時に最強ランナーの登場なわけですよ。これって子供の時にね、そういった話をすべきじゃないと思います、内容的にも。で子供にその話をしたとしても、やっぱ難しい、その感覚的なものもあるし、すごい難しい話なので、決してね子供に勧めるような内容ではないんですけど、大人になってこの話をするのは結構ありだなっていうふうには僕はちょっと思ってるんですね。大人の方だったらこの解釈が多分できると思うんですよ。で思い方とか噛み砕き方っていうのは人それぞれ多分違うと思うんですけど、まあざっくりで言うと、あ、なるほどね、そういう見方もあるんだっていう解釈を受けて、一つのね、まあ、考え方の引き出しというかレパートリーが結構増えるかなっていうふうに思いがあって、僕はこの話好きだなっていうふうに思ってます。でまあね、よくね、やっぱりその亀がフューチャーされてるので、亀目線のこう話でね、こうストーリーが盛り上がって学ぶことが結構あるんですけど、まあ、ふとね、こうウサギ目線で見た時、ウサギ側から見た時にはやっぱ違う目線で学べたりするわけですよね。勝負でも油断できないし、まあ、能力があればその能力を生かして勝ち切っちゃう方か、勝ち方もいろいろあるわけですよね。で負けて何を考えるか、負けた時にはどう思うか、その実際にそのレース1ヶ月後とか2ヶ月後にもう一回やった時に、1回ね、ウサギが負けた時に多分どう思うかなんですよね。負けた時に多分どう思うかがすごい重要で、本当負けて悔しい、次はどうすればいいんだって考えて、負けちゃいけないんだっていうところにたどり着ければ、多分もうウサギはこう勝ちつける、それが逆に今後自信になっていく。これはね、今フルマラソンとかランニングに取り組んでる方にもね、結構通ずるものなのかなっていうところで、そのつぶやきをさせていただきました。もうたったね、少ないコメントの中に一応こんな思いをね載せながらこうつぶやいたんですけど、一応僕がね、ウサギとカメが話が好きだなっていうのは、まあ、こういった内容です。まあね、そのウサギとかね、絵本とか昔話、実は僕昔話とか結構好きで、絵本とかもなんかふとねこう読んだりするんですよね。なんか子供目線で見れるっていうか、なんか学ぶことって結構深いなって思ったりして、まあ、好きで見たりするんですけど、特にそのウサギのカメから学ぶこと面白いし、まあ、それ以外にもね、なんかこう
よく言われている学ぶ姿勢じゃなくて、いろんな角度でね、こう見方を変えて、大人ならしか多分できない角度だと思うんですよね。子供の時にはその見方って絶対できないと思うんだけど、大人になってね、そういう見方ができるのでね、学ぶ機会とか学べることっていろいろあると思うんでね、まあそういった話をね、つぶやきで、ツイートね、させていただいたんですけど、まあ内容としてはこんな感じです。僕の思いとしては、まあ仮面目線じゃなくウサギ目線で見た時にもやっぱ面白いし、ウサギ目線が学ぶこといろいろあるのでね、まあイメージとかね、いろいろ膨らませてやっていけたらというところですね。まあ負けて学ぶこと、まあ僕が思うに負けて学ぶことは負けちゃいけないっていうことを学んだのね、まあそれに直結するような内容だったので、まあ今回ねちょっとウサギとカメについてそんなね、結構こう熱く語ってるんですけど、そんなに深い内容、深い感覚ではなく、まあ、軽く聞いてもらえばいいし、あのね、理解できないかもしれない、何言ってんだって思ってかまっても構わないんですけど、まあね、面白い角度ね、考えられたかなって思いますので、まあぜひぜひね、これを機会にね、いろんな角度で、物事を学べるようにしてもらえたらなというふうに思います。